これ帽子ダサいな。うわかっけえ。危ない危ない。一人称で事故りたくねえな。おっとゴロツキがいたな今。そこら中にゴロツキいるな、当たり前のように。あっと着いた。こっちね。まあ今のところデクスを裏切る必要は。明日になれわかる。愛してるよ、おふくろ。おふくろ。遅いぞ、B。お母さんは元気にしてるか。まあな。でもよ、心配性は相変わらずだ。おふくろの気持ちはわかる。ウェルズ家の男は道端でのたれ死ぬ癖があるから、無理もね。しかし大丈夫だ、問題ないって言えば言うほどおふくろを騙してる気がしてな。だがそれもこれまでだ。アフターライフに行きゃきっと全てが変わる。ストリートキッド、これでついに俺たちもメジャーへ行きたな。ああ、まさに頂点だ。しかもその頂点に自力で登り詰めてやった。心の準備はいいか？ほら、行くぞ。うまくいくといいな。莫大な金さえ手に入ればそれでいいんだけど。ビクターに金返さないと。ここ、昔は遺体安置所だったらしいぜ。本気で言ってるのか？何がだ？それ俺が教えただろ。そうか？昔のことは覚えちゃいねえよ。誰だあんたらは。 B だ、こっちはジャッキー。聞かないなだな。じゃあ覚えておけ。デクスに会いに来た。デクス、鼻息荒いのが二人来てるんだが。そうか、わかった。少し待てだぞ。酒でも飲んでない。言われなくても飲むさ。デクスが裏切るってことはないよな。来た。最高のバケーションだ。ナイトシティの心臓部。ほら、お前も鼓動が聞こえるだろう、B。想像できるか？スーザン・フォレスト、ボアボアに、モーガン・ブラックハントだって。伝説の奴らがみんな、そのスツールに座ってたんだぞ。次は俺たちの番だ。あそこにばあさんがいるだろ。ローグ、ナイトシティ一のフィクサーさ。デクスが一番じゃなかったのか。まさか、デクスがおむつにクソ垂れてた頃から活躍してんだぞ。この店もローグが仕切ってんだ。何にする？任せる。テキーラオールドファッションにビール少々、唐辛子入りを2つ。ジョニーシルバーハンドを2つね。そう、そいつだ。予習はしてきたみたいね。よくわからないんだが。伝統なのよ、ドリンクに常連の名前をつけるの。なるほど。っていうかシルバーハンドってあの人だよね。多分これから会えるんでしょう。アフターライフはいつからあるんだ？半世紀前くらいか。もっとよ、正確には知らないけど。この町で一番古いクラブだろうな。そして一番リスペクトされてる。常連ってだけで名前がつくのか？他に条件は？くたばるのよ。派手な死を遂げるの。仕事中ならなおいい。ああ、なんて粋な伝統なんだ。お、なんかたくさん選択肢がある。死と引き換えとは高い代償だな。B、人間いつかは死ぬんだ。代償もクソもねえ。そうだろう。莫大な報酬に乾杯。莫大な報酬に。
伝説になってやろうぜ。ちなみに俺はジャッキー・ウェルズだ。俺のレシピも教えてやろうか。ええ、どうぞ。ウォッカのロックにライムジュースとジンジャービア、そして忘れちゃいけない愛情だ。覚えておく。レックスに気に入られてるんだって。何、ただの仕事さ。デショーン氏がお待ちだ。デショーン氏は待つのが嫌いだ。どこでって。あ、はい。周りを見ればわかるでしょ。傭兵は噂を通して名を上げるのよ。女子高生と一緒。頑張ってね。どうも。こっちだ。ガシャンだ、でかいな。鍛えてるのか。ああ。俺もだ。何やってんだ。もしかして剣法とか忍術とかか。ああ。俺のこと倒せると思うか。この中だ。あいつその悪いやつだな。もちろんって今言ってたけど。デクスのブース。ああ、エクセルシオールで頼む。支払いはいつも通り現ナマで。じゃあな。ようこそミスター B。 ついにファミリー全員が揃ったな。ある意味、初めまして。フラットヘッドは B、デクスに見せてやろうぜ。持ってきたよ。あ、ティーバグがここにいた。前に人工知能なのかとかは言ってたけど、ちゃんと人だった。ミスター B。さてと、まあ座ってくれ。アパートでの支援、助かったよ。あれで町のゴミが少しは減ったかな。死に表彰されたっていいはずだぜ。しかしいいブースだ。防音か？ジャッキー。まあまあ、その通りだ、ミスター・ウェルズ。デリケートな話をするからな。だがその前にミスター・ B に質問したいことがある。エブリン・パーカーの件はどうだった？おお。おお、どうしようかな。ほら、隠しとこ。うまくいったと思う。彼女が記録した生物の BD でコンペキプラザの中を歩き回れた。ああ、バンからすでに聞いている。じゃあ標的は知ってるんだな。頼信荒坂、帝王の息子にして後継者。名前だけは立派だが何の才能もない男だ。そしてパーカーのお友達か。で、彼女は打ち合わせ以外に何か言ってたか。言ってたけど俺は言わない。俺と会ってみたかっただけのようだ。会ってみたかっただけねえ。計画の話をしよう。状況はどうなってる？これを。じゃあお言葉に甘えて。手はずは私たちが整えておいた。作戦自体はシンプルよ。具体的には聞かせてくれ。まずはデラマンに乗ってコンペキまで行ってもらう。偽名を使って正面から堂々と入る。その後バグの手引きでホテルのサブネットに侵入しろ。フラットヘッドも使うけど。あとはヨリノブのペントハウスに忍び込みレリックをいただくだけだ。当然隠密行動が基本よ。犠牲者ゼロが理想ね。いい？バンが常時無線で援護する。何か質問はあるか？隠密ね。偽名って誰になりすますんだ？よろしく、ラモン・ビクトリノ。あなたはハリー・コンウェル。ラモンね。で、何しに来たって手なんだ？ビジネス、武器取引さ。聞かれたら商談があると言え。相手は荒坂の防衛担当、はじめ滝だ。他に質問は？滝はじめ。
B はハーリー。そんだけでいいや。OK、大体理解できた。素晴らしい。待てよ、ここに集まった肝心の目的がまだだ。新米の取り分は常に 30%、 交渉の余地はない。ああ、 30? この仕事で安全な役回りなどない。お前らが取るリスクに応じた額だ。なに、せめて半分だろ。デックス、 30% は低すぎる。そうだぞ。フラットヘッドを調達してブレインダンスで情報を集めたのは誰だ。それに荒坂だらけのホテルに乗り込み、奴らの御曹司のおもちゃを盗むのも俺たちなんだぞ。では聞くが、車や一流のネットランナー、情報を用意しているのは誰だ。交渉できる立場とは思えんがな。あー、でも割に合わん。ジャッキーの言う通りだな。 30% じゃ仕事の内容と釣り合わない。はあ、では35、それ以上は無理だ。35か、それで手を取る。誤差だな。この俺と交渉しようなんてやつは久しぶりだな。最後に一つ、コンペキは武器の持ち込み厳禁だ。セキュリティゲートがある。銃は車の中に置いて、フラットヘッドをケースに入れて持っていけ。それらしく見えるよ。スーツも用意しておいたから。至れり尽くせりだな。助かるよ。で、せかすわけじゃねえが、金はいつもらえるんだ。それはミス・パーカー次第だ。まあ、1、2週間といったところだろう。その間は、ただ口を開けてぼーっとしてろと。身を潜めていろ。荒坂に気づかれたら終わりだからな。さて、ギリシャ人曰く、人生は宴、去るタイミングが肝心だ。車は外に待たせてやる。私もそろそろ行くわ。本番前に通信の準備をしとかないと。他に何かあれば今のうちに言って。いろいろ聞いとこう。デクスとは長い付き合いなのか。どうして。いろんな噂話が耳に入ってくるから。耳に入るもの全ては意見であり事実ではない。アウレリウスの言葉よ。なんだ、お前も哲学オタクか。道理でデクスと気が合うわけだ。この計画どう思う。やり遂げればようやくクレタ島に豪邸を買ってサイバー家業から足を洗えるかもね。絵はがきに期待しとくよ。悪いけどそうなったらきっと過去とは決別してるから。大丈夫だ、もう聞くことはない。じゃ頑張りましょう。さて準備はいいか。うん、サイドジョブは一旦保留になるのかな。オッケー。まあ、武器を持って入れないってことだけどね。長くなりそうか。ブレインダンスであの部屋の中探索したとき、ハンドガン置きっぱあったから、それいただけばいいでしょう。行こう。善は急げだ。善2じゃなくてか。いつも安全、快適なドライブをお約束。デラマンサービスへようこそ。約束破ったらぶっ壊してやるからな。約束を破るようなことはいたしません。そうか。いとこの婚前パーティーに呼ぼうとしたら断ったくせに。残念ながらサービスの対象外です。金を3ヶ月も貯めたってのによ。まあ今さら言ってもな。よし出せ。出発前にご本人様確認をさせていただく必要があります。パーソナルリンクをつないでください。ではエクセルシオールパッケージを起動します。エクセルシオール、これはますますいい。何それ。エクセルシオール。エクセルシオールは特別なお客様向けのカスタムサービスです。まさにトップクラスってやつだ。見てろ。当たり前のように自動運転。戦闘モードをしろ。恐れ入りますが、戦闘モードは平常時ご利用いただけません。チッ。まあいい。とにかくいざとなったら荒坂の忍者軍団もなぎ倒してくれ。ほう。レクスも太っ腹だな。
65% も取ってんだ。このくらい当たり前だろう。エクセルシオフか。メジャーリーガーはやっぱこうでなきゃな。喜ぶのはまだ早いぞ。ん？まずは仕事をこなさないと。今日のお前はやたらと浮き足立ってる気がする。なんだよビー、やけに突っかかってくるじゃねえか。パーティーに行くわけじゃない、仕事をしに行くんだ。しかも相手はあの荒坂。おいおい、俺をバカにしてんのか。いいガビー、よく聞け。俺はクソまみれの世界で生きてきた。もう二度と戻るつもりはない。おっと、もしもし、調子はどう？さっきまでは良かったよ。ああ、もうすぐホテルに着く。まもなく目的地に到着。コンタク内の通信用に暗号化した直通ラインを用意した。テストしたいから、 B 試しにジャッキーを呼び出してみて。どう？ノイズが乗ってる。中行ってくれ、バグ。最大の犯罪は欲望によらず傲慢によりで引き起こされる。なんだって？アリストテレスよ。聞こえてるのね。ああ、聞こえてる。ギリシャ人が何言ってんのかこれっぽっちも分かんないな。ちょっとは考えて理解しようとしたら。あなたはどう？ B。 よく聞こえる。バッチリ聞こえてる。よかった。 OK、 機材は大丈夫そうね。出なきゃ困る。じゃあまた。ご利用いただきありがとうございました。ご分運をこちらでお待ちしております。ついに来ちまったか。おっと、武器は禁止だったな。よし、じゃあ行くぞ、ハリー。オッケー。グッドモーニングナイトシー。待て、フラットヘッドを持ってかねえと。失敗したな。今会話の選択肢で一応パークがあることによって選べるものはちゃんと選んでおくべきだったな。さあ、お仕事だ。着いたぞ、バグ。予約はあなたの名前で入れてるからね、ラモン。アポ先は防衛担当のはじめたき。渡した書類はフラットヘッドだよ。大丈夫だ、分かってる。はじめたき、たきはじめ。ようこそ、コンペキプラザへ。一列でお進みください。へいへい、ああ、うん。待て、確認する。失礼ですが、軍用機器を持ち込みになられる理由をお聞かせいただけますか？武器ディーラーなんだ。今、なんと。ああ、もしかして滝様とお約束ですか？これは大変失礼いたしました。おお、そうですよ。なんかヒヤッとするな。スキャンはすぐに完了します。どうぞ。 OK、 警備員。こんにちは、いらっしゃいませ。ようこそコンペキプラザへ。チェックインを頼む。はい、少々お待ちください。ご予約のお名前は？ビクトリノだ。ダブルのお部屋ご一泊でよろしいですね？そうだ。かしこまりました。滝様にご到着をお伝えいたします。まずい、想定外よ。 B、 何か話して時間を稼いで。え？連絡は結構。先に部屋で支度してから自分で連絡する。しかし、滝様がすでにお待ちなのでは。お姉さん、長旅で疲れてるんだ。ニューバルセロナから18時間もかけてきたんだぞ。その上、どこかのサイバーサイコが空港で自爆騒ぎを起こして遅延するわ。最悪だったな。それは大変でしたね。お部屋は42階のラピスラズリスイートになります。あと、もう一つお手続きが。SID チップの確認をお願いいたします。ハリー、任せてもいいか？はいはい。
確認できました。それではごゆっくりお過ごしください。ありがとう。よし行くぞ。バグどうした？ニューバルセロナ、アドリブだよ。お前も覚えたらどうだ。どう思うハリー？は？落ち着きがあってこの間出張で行ったチューリッヒのホテルとは違うだろう。ジャック余計なこと言わないで。なんだよ真面目にやってんのに。あそこはバーテンダー。これエレベーターじゃなかった、違った。なかなか良さそうなバーだ。コンペキプラザへようこそ。平日は予約制ではありませんので、お好きなテーブルへどうぞ。バーのカウンター席も空いております。今度ミスティを連れてこようかな、この取引が終わったら。見て回っておこうか。少し覗いてみるか。こんなケースを持ち歩いてたら訪問販売のセールスマンみたいな。上に行ってる。任意か。意外とこういうところでいいことがあるかもしれないしね。